トマコのホットニュース。こんにちは、トマコです。皆さん、福井幸せ元気国体、福井幸せ元気大会の応援には行かれましたか？トマコは会場まで応援しに行ってきました。間近で見る選手たちの白熱した試合にトマコ思わず興奮しちゃった。やっぱりスポーツっていいわね。さて、今回はグランディア放線さんからホットなニュースをお届けします。まず一つ目のニュースは、国内最大級のカヌーポロ大会第29回あわらカップ大会の話題よ。北方湖カヌーポロ競技場で毎年開かれているカヌーポロの大会あわらカップ、県内外から45チーム366人が参加。チャンピオンズ、チャレンジ、トライアルのレベル別に各チームが仲間と共に優勝を目指して湖上で激しい攻防を繰り広げました。水上の格闘技とも呼ばれるカヌーポロ、一人乗りのポロカヤックに乗って水上で行うハンドボールとバスケットボール、カヤックの要素を組み合わせたスポーツなのよ。コート内でプレーできる選手は各チーム5人。ボールをパスでつないだり、ドリブルで持ち込んだりしながら相手コートに攻め込みます。水面から2メートルの高さに設置されたゴールにボールを投げ入れれば1点となります。小回りの難しいカヤックをパドルで操縦しながらボールを使わなければならず、選手同士のカヤックが激しくぶつかり合うことは当たり前。でもその迫力がカヌーポロの魅力の一つなんですよね。手の届かない高さにボールが飛んできてもパドルを使って受け止めることができるのもカヌーならではのテクニックだわ。日本代表として世界選手権に出場したことのある選手も参加しているチャンピオンズリーグの試合は、相手へのプレスが厳しく、パス回しのテクニックも見事よね。目が離せないわ。一方、ビギナーズマッチの試合はなんだかほのぼのしているわね。カヌーを操るのが精一杯の選手も。あら、落底しちゃってる。それでもチームメイトと協力しながらゴールを決めた時は気持ちいいでしょうね。福井幸せ元気国体でデモンストレーション競技となっているカヌーポロは、初心者から上級者まで幅広い年齢層で楽しめるスポーツです。もちろん子供も大丈夫よ。正式競技になる日もそう遠くないかもしれませんね。さて、ここからはいつものようにあわらの誇る温泉宿をご紹介します。今回ご紹介するのはグランディア宝泉さんです。今年の9月にレストラン時の蔵がリニューアルオープンしたのよ。およそ546平方メートルの広さを持つ和風メインダイニングに、見せる調理によって五感で感じてもらうことで食事の楽しさを演出するんですって。段差のないアプローチとフロアに加え、全室テーブル席が用意されているから車椅子の方も安心ね。厨房をグレードアップしたことで、今まで以上に出来たて作りたてにこだわって旬と美しさを届けてくれるそうよ。これは楽しみね。また昨年リニューアルオープンした天井のスパ、月の湯、星の湯もとっても好評なのよ。良質な泉質は効能豊かで、
旅の疲れを癒し、気分をリフレッシュさせる効果があるんですって。開放感たっぷりな露天風呂やいろんな種類のお風呂に浸かって、思う存分温泉を楽しみたいわね。まずは温泉の温度や温泉の刺激に体を慣らすための掛け湯から湯巡りを始めましょうね。皆さんもグランディア宝泉で贅沢なひとときを過ごしてみてはいかがですか。続いてのニュースは、第73回国民体育大会出場選手あわら市激励会の話題よ。恋幸せ元気国体障害者スポーツ大会の1ヶ月前に、あわら市中央公民館で激励会が開催されました。参加した選手は、あわら市で開催されるバレーボール競技、カヌー競技、ゴルフ競技に参加される選手、あわら市在住の選手の皆さんです。選手の皆さんに、あわら市実行委員会会長の佐々木康夫市長から激励の言葉が送られました。国体は郷土愛が加わり、選手も県民もみんなが気持ちが一つになります。選手も応援する皆様もみんなの気持ちが一つになり、そしてみんなが笑顔で臨めば、選手も市民もワクワクドキドキ、誰もがときめく国体になると確信しております。出場選手の皆さん、頑張れ。国体期間中はあわら市各地で競技が行われています。皆さん、ぜひ会場に足を運んで、みんなで国体を盛り上げましょう。今回は第29回あわらカップ大会と第73回国民体育大会出場選手あわら市激励会の2つの話題をお送りしました。では次回またお会いしましょう。